奈良公園内に生息する鹿の頭数調査が行われ、今年は1286頭が確認されました。鹿の頭数調査は例年7月15日と16日の2日間奈良公園内で早朝に行われます。調査を行う奈良の鹿愛護会によりますと、今年の奈良公園内の鹿の総数は1286頭でした。内訳はオス鹿が224頭、メス鹿が808頭、子鹿が254頭となっています。また怪我をした鹿や公園の外に迷い出た鹿を保護する鹿苑内では384頭が確認されました。公園内と鹿苑内を合わせた全体の頭数は1670頭で、去年とほぼ同じ水準でした。一方で交通事故の件数は105件と去年の調査より大幅に増えており、49頭の鹿が命を落としています。事故は県庁東交差点付近や大仏殿交差点付近に集中しており、愛護会では安全運転をより一層心がけてほしいと呼びかけています。